とにかく私はあの映像があんなに大きくっていうのはもう衝撃でした。ゲネプロ行って初めて気づくことだね。そう、気づいた。いや、大きいとはずっと言ってたよ。巨大な巨大なっていうのはずっと聞いてたけど、あそこまで巨大だっていうのはもうやっぱさすがやってくれるなっていう。正直言ってほら、ステージにいるメンバー7人と映像チームだけで10人ですから、まあ普通に考えるとアリーナクラスの映像の規模、うん、それをこのホールでやるっていうことは、まあ正直一言で言うと破天荒です。ですけど、その破天荒であることが、まあ、面白い。で、その一部は3人ですからね、3人のためにあれカメラ何台あるんだろうね、よく分からないけれども、ずっといるカメラ、天井のカメラで正面からのもの、いろんなところからカメラがあって、それをずっと映しながら、そのライブ感を持って、そうでスイッチャーがこう選んでいくんです。そうだから最終的にはスイッチャーが一番偉いかもしれないだから何も伝わらなくお世話になりますねいやでさ、だから私たちのとクリックがないから、やっぱり本当にもうライブでこのメロディーになったら、エトピリカのこのメロディーになったらっていうのを全部もう把握してるわけでしょ。まあもちろんいろんなパターンがあるんだけど、うん、この1曲の中に A、B、C と3ロールあるとすると、はい、この B セクションに行くところをこう変えるっていうのもあるけれども、例えば作品としてはエトピリカなんてそうらしいんだけど、うん、それはもうこれはもうずっと1本なんだ。そう、じゃあどうやったらその B のところであの虫が動き出すかというと、そう、うんうん、その A の今日のテンポに合わせて微妙に速度を変えてる。ずっとライブで合わせながら行って、ちょうど B のところでポンってあそこに行くように行くんです。だからその日その日で違うと言ってましたよ。うわ楽しいですね。すごいです。一緒にライブやってんだもんね。本当ずっとやって。いやでもこれは一番初めから僕が一番面白くなるであろうと思ってたわけ。だからこそ昨日の名古屋公演と今日の名古屋公演全然違うことになる。うん、そうだよね。いや面白い。しかも昨日は一番いい、実はいい顔しててさ、なんかニコニコしてやったったみたいな感じでさやってて、でそれをゆきえちゃんが気配で察知するようになったのが昨日のでっかい収穫。やる前にあやるなって気がついて、それがなんか収穫としてはすごい、いや楽しかった。こう来てまだ音出てないんだけど、あきっとこの歌い方来るんじゃないかなって思うのがすごくスーッと入ってきて、しかも背中越しじゃない、うん、だから見えないでしょ。だけど見えないけどそれを察知できるようになったっていうのはすごいし、それだけ強い匂いを太郎が出してるっていうのもすごい。そうだいたい次の音はもうどうなるかっていうのは前の音の瞬間に決まってるから、うん、それで体が反応すればいいみたいな。全体打ち上げに来るんだよ。
俺ね、やっぱりこのツアーの推し曲があるんですよ。アダージョです、うん、やっぱり言いたいことを最後にしっかり言えるライブになってると思う。あのやっぱこういうご時世っていうのがさ、うん、だけどエンターテインメントは楽しくないといけないとか綺麗でないといけないってあるけど、時には現実をちゃんと見て、こういう現実があるから次の日また頑張ればいいんじゃないっていうお客さんへのメッセージにはすごいなってるような気がして、あの曲を弾くときはやっぱちょっと別の気分にならないと、人間変わらないと弾けないから。だからあのまだねコンサート見てない人はどういう気分であの曲を見て聴いてくれるのかなってのはすごい。あのでもイントロでやっぱり世界にこうぐーっと連れてってくれるから、やっぱあれ絶対あってよかったなって私は思う。新しい部分、新しい部分、うん。まあ、我々のやってる音楽っていうのはそのインストルメンタルだから、まあ、言ってみれば言葉とか歌詞とかがない世界じゃない。で逆にその代わりだから音楽でお客さんがイメージすることは別にその自由だっていうわけじゃない。山の音楽だと思ってるものを海の音楽と捉えてもらってもいい。ただその照明の演出だったりこう映像っていうのはそれをヒントに与えていくものだと思うんだよね。だからこれを見てお客さんがそこからの物語をスタートさせるっていうのがやっぱりその本編のほとんどの曲はそういう感じだ。だから割と抽象的な、割とその具体的なことは言わないじゃない。ところが最後になんかこうメッセージとして、だからメロディーに対する歌詞としての映像っていうのがアダージョなのよね。だから我々の音楽はだからいろんなシーンになるのもいいんだけれども、あのアダージョみたいにあの曲もともと書いた時はさ、だって20年近く前ぐらいでしょ。そういう気分で書いてるわけじゃないわけじゃん。そうなんですね。そうなんだよ。そこを編曲というマジックで、うん、ああいうふうになって、うん、そのメロディーというものが生まれ変わる。そこにメッセージとしてのこの映像がつくと、それが面白いんでね。あれがその最後だけ一発それをやってるっていうところに多分意味があるんじゃない。だから歌詞に言ってることは大切、同じことですよね、うん、大切な曲ではあるよね。我々だってアダージョっていうツアーやってんだからね、うん、アルバムタイトルですか、うん、アルバムタイトルですか、うん、でそれを、ね、そのままメッセージごとをねお客さんがすぐ持って帰れるんだもんね。すごいよね、うん、ゆったりととか緩やかにと言いながら、うん、ピースとか、うんまあ、愛を伝えていくって、うん、いうことができてるのはとてもいいよね、うん、あと9本ですよ現時点で、ね、最後はフォーラムに向けてってことになるので、またこれはフォーラムは桁が違いますからね。この劇場もまあやることは変わらないでしょうけれども、うんね、こう意気込みというか気合は必要でしょうから、あの初日もものすごく楽しかったんだけど、また全然違うものになっていって、やっぱりなんかこうチームワークというか息遣いみたいなのがやっぱりどんどんこうまた集約されていってるので、だからあの同じことやってるのに日々、あ今日はこんな感じかって思える、そのまま多分最終日に行きそうな気がしますね。さっき名言を太郎からもらったんだけど、俺らはインストだけど映像が歌詞っていうのはもうかなり腑に落ちて、今我々の音楽あって映像が歌詞だよっていうのは、多分見ていただく機会があったらすごい新鮮だと思う、うん、変な言い方ですけど僕が今一番楽しみにしてるのは夏の八ヶ岳なんですよ。もはやつまり一遍これを体験す、我々もそうだけどお客さんもそうで、そうか今日このツアーであの映像を見てくださったお客様は、例えば僕らが何も映像賞はなくたって、例えばサロンのコンサート、うん、ファンクラブのコンサートであろうと、うん、八ヶ岳の後ろがずっとあの緑であろうと、そこの緑のあの風景が動くと思うんだよね、うん、引き出しを引っ張り出して、うん、だから一度インプットした音楽とその映像のリンクみたいな、そのイメージ、記憶っていうものを引っ張り出すための今ファイリングをしてるだけだから、今後はだからもう何にも映像なくたってもっともっと我々のファンタジーが膨らんでいくだろうし、お客さんもそれをなんか一緒に共有できる、シェアできるはずだから、楽しみにしてるのは八ヶ岳ですね。なるほど我々は音楽を作り、お客さんが歌詞をつけるね、今度はね。それがいいですよね、うん。